こんにちは、インフォクリエイターです。今日は震源、正方形、正三角形を描く方法をお伝えします。まず挿入タブのリボン図の図形をクリックして、震源を描きたいんですけれども、震源という図形はないので楕円を選択します。楕円を選択して左クリックをしながらドラッグすると、自由なサイズで円を描くことができるんですけれども、震源を描くには見た目でこのように調整して描いただけでは、これ今見た目で大体震源を描けているように見えますけど、震源ではありません。 Excel には震源を描く図形はないので、震源を描きたい場合は楕円を選択して、ここでシフトキーを押しながら、左クリックを押しながらドラッグします。すると今シフトキーを押し続けながらドラッグしてます。そうするとこのように震源を描くことができます。同様に正方形について描きたいときは、挿入、図形。で、この中で正方形という図形はないので、四角形の中の正方形、長方形を選択します。これも同様で、シフトキーを押しながらドラッグすると、このように正方形を描くことができます。また同様に正三角形を描く方法、挿入、図、やはり同様に正三角形という図形はないので、この中で例えばこの二等辺三角形を選択して、正三角形を描きたいときはシフトキーを押しながら左クリックでドラッグします。そうすると正三角形を描くことができます。